それでですね、情報台を買おうと思いまして、ソースネクストの ID でログオンしてみたんですけど、ログオンした状態でね、情報台のページを見るとね、なんか会員割引されてるね。本当は4980円なんだけれども、500円引かれて4480円になってるね。そうなんだ、これはいいじゃないの。ちなみに、3年版の方も割引されてて2000円引かれてんだ。1800円。うっ、そっか、どっちにするかちょっと迷っちゃうな。1年にしようと思ってたんだけど、まあ1回1年でとりあえずは。はい、じゃあ買いますか。カートに入れる。利用規約が表示されますね。規約読んで OK ならば同意して次に進むと、こういう画面が出ます。やっぱり4480円だね。で、消費税がかかって合計4838円と。で、この状態で注文するを押すと、こうなりますよと。こうなりますと。一応メール見てみますか。こんなメール来てますね。こういうふうなメールが来てますと。でだ、早速情報台を使ってみましょう。このボタンを押すと。情報台を申し込みいただきありがとうございます。サービスの利用にはソースネクストアップデートのインストールが必要です。インストールを押すよと。これを実行すると、なんかこんなのやってます。ソースネクストアップデート 4.0 フェットアップウィザードへようこそ。同意する。ソースネクストアップデート 4.0? なんだろうね、これね。はい、インストール完了。完了ボタン。で、インストール後にログイン画面が表示される。あ、そっかそっか。で、さっきのボタンを押すと、このページが出てくるんだ。情報台の使い方。専用ページからお好きな製品を選んで使うことができますと。ね。情報台一覧ページ。こういうページなんだ。で、例えば軽そうなやつを行ってみますか。とりあえず。麻雀入門行ってみますか。麻雀入門。利用規約に同意してインストールと。ちょっと待ってね、こうなってるよと。インストール。なんだこれ。そうするとこんなね、画面が表示されますね。なんだこれ、外部プロトコル。あ、これファイ、あれかな、ファイアウォールかなんかでチェックされてんのかな。まあ要するにこれでダウンロードをしようとしてるんですけど、いいですかって話だよね。だからまあいいですから、アプリケーションの起動。あれ、そうするとなんかインストール始まったね。ライセンスマネージャーを設定しています。始まった始まった。インストールの準備をしています。インストール終了。あ、インストール終了じゃねえ。
はい、ここからインストールしますよと。同意、次へ。次へ。インストール。プログラムの起動。来ましたよ。こんなのが起動します。こういう麻雀ゲームですね。完全 2D だね。